ウズベキスタン、タジキスタンのトゥベテイカ、カザフスタンのトゥベテイカ、クリミアタタール人のトゥベテイカ、トゥベテイカは中央アジアで作られている伝統的な帽子である。現代においてはタジキスタン、カザフスタン、キルギス、ウズベキスタンなどに住むトゥルク系民族が伝統衣装として身につけることが多い。また、ロシア内でもムスリムの多い地域では衣装として使用されている。トゥベテイカは ユルトと並び、中央アジアの遊牧民文化を代表する文物であると考えられている。トゥベテイカは、ウズベキスタンではズッピもしくはカルパクと呼ばれて、応用美術の一分野とみなされており、伝統民族衣装において重要な役割を果たしている。1940から1950年代にかけて、民族と宗教に関わらず、トゥベテイカは、 ソ連全国の子供たちの間で人気があった。また、セファルディムやモロッコのユダヤ人の間では、ウズベキスタンのズッピオキッパーとして被むることが多い。中島義シテル。トゥバゴ、日本語正辞典。東京外国語大学アジアアフリカ言語文化。研究所。2013年5月6日閲覧ルーシュタムマイズル、ザツベテイカスーツエブリバディ。二千十三年五月六日閲覧。 ありがとうございます。